はい、荒垣さん、お疲れ様です。ありがとうございました。高知のバンクね、栃木も宇都宮というところであるけど、はい、どうですか、どっちが乗りにくい、高知のバンク。いや、乗りやすいです。乗りやすい、はい。で、宇都宮でやったらどっちが好きで。両方好きです。両方好き、はい。で、今日、昨日もなかなか注意レースしたけど、今日もね、小崎さんと一緒にこう接戦をしよったけど、まあ、明日も荒牧さんの敵というのは小崎さんですか。戦う相手全員敵になります、はい。うまいこと言うね。はい、うん、まあ、それはそうやろうね。3人、4人ぐらいが僕に、私が見たら、この人らは抜けてないかなと思うけど、まあ、その全員が敵だということは、みんながうまいことを言うなと思うけど、明日は荒牧さんは仕掛けて自分が成功して逃げ切ろうという考えは持ってます。流れでそうなったらそうします。流れでそうなったらということは、3番で行く、2番で行ったりする時もあるということよね、流れによって。しっかり力出し切れるように頑張ります、うん。そうやね、力出し切ったら仕方ないもんね、うん。力出し切って結果がついてきたらいいと思います、うん。なお一着なら結構と。はい、うん。バンクもそんなに乗りにくいバンクじゃないとか、得意のバンクじゃとかいうようなことを言われたけど、その500のバンクの、自分の宇都宮のバンクのね、また500というところの練習をしようというところを見せつけて、はい、そうですね、はい、明日頑張ってください。はい、頑張ります、はい。どうもありがとう。ありがとうございました。